今日はですね、精神病院の起源というものについて話してみようと思います。精神病院の起源というのは、ミシェル・フーコーっていうフランスのですね、20世紀後半のポスト構造主義の哲学者の研究によるとですね、精神病院の起源というのは刑務所っていうことになるんだそうですね。19世紀の末にですね、オランダに巨大刑務所っていうものが現れて、その巨大刑務所がですね、他のヨーロッパ大陸の、諸国にですね、伝播してですね、その伝播した後に、その巨大刑務所からですね、精神病院というものが分離してきたっていう、そのような歴史的な経緯があると、ミシェル・フーコーは、彼の著作の中で語っていますね。19世紀の末にオランダにですね、なぜ巨大刑務所っていうのが現れたのかっていうとですね、当時ですね、イギリスっていうのがヘゲモニー国家であってですね、大陸諸国はイギリスに圧迫されて、イギリスに対抗しなければいけなかったんですけれども、その対抗する時にですね、大陸諸国は自らの国家の一体性っていうものをですね、より強固にする必要が出てくるんですよね。一体性がですね、ガタガタだとですね、対イギリス戦争っていうところで、簡単に負けてしまうわけですから、自らの一体性を強固にしてですね、それで、イギリスと対抗していこうっていう、そういうようなことになるんですけれども、国家がですね、その一体性を強化するにおいて、一番の問題はですね、反社会的な人をどうするのかっていう、そういうようなことになってですね、オランダで19世紀末に現れた刑務所、巨大刑務所っていうのは、国家がですね、反社会的であるっていう、国家の一体性を阻害する人たちであるっていう、そういうふうに認定した人々をですね、すべてぶち込むっていう、そのような形態であって、犯罪を犯した人はもちろんですね、例えば不労者であるとかですね、無職の人であるとかですね、他には、精神障害者であるとか、さらにはですね、同性愛者であるとか、そのようなですね、反社会的である、国家の一体性を阻害するような人たちであるというふうに認定した人を全てぶち込むっていう、そのような形態であって、そのような巨大刑務所の中から精神病院っていうものが分かれ出たっていう、20世紀の初頭にですね、分かれ出たっていう、そういうようなことになるというふうに、ミシェル・フーコーはその研究で語っていますね。ではですね、イギリスにおいてはどうだったのかっていう、イギリスはですね、どうやってそのイギリスという一体性を維持していたのかっていうとですね、その反社会的であるっていうふうに、イギリス国家がですね、認定するような人たちを全てアメリカ送りにしていたんですよね。すなわち、アメリカっていうのがイギリスにとってはですね、巨大な刑務所みたいな、刑務所的なものであったんですよね。当時イギリスはですね、犯罪者っていうのは、アメリカ送りにするんですけれども、その犯罪者の枠が広くてですね、例えば借金を返せないっていう、そのような人も犯罪者っていうふうなことになってですね、現代の日本では借金を返さなくてもですね、それは民事上の問題であって、借金を返さないからといって警察がですね、家に来たりっていう、そういうことはないんですけれども、当時のイギリスっていうのは借金を返さないっていうことが犯罪でですね、そして結構簡単に死刑になるんですよね。死刑判決が下ってですね、そして国王の許しによってですね、刑が免除されて、その代わりお前はアメリカ送りだみたいな、そういうふうなことが極めて多かったっていう。そして19世紀においてですね、毎年5000人程度の人たちがですね、アメリカ送りになっていたっていう、そのような研究結果があります。5000人っていうとですね、少ないような感じが、毎年5000人っていうと少ないような感じがするかもしれないんですけれども、当時のイギリスの人口っていうのは、1000万人から1500万人っていう、そのようなことで、5000人っていうのはですね、毎年5000人っていうのは、かなりのパーセンテージであろうっていうふうに思われますね。そしてですね、そのように、イギリスがですね、アメリカを刑務所代わりにして、イギリスがですね、自らの一体性を強固にしていって、それがですね、その対抗として、ヨーロッパ諸国が
同じようにですね、国家の一体性を高めようとするんですけれども、大陸諸国はですね、自らが反社会的な人たちと判断するような人たちを送り込むような場所がない、植民地を持っていないからですね、巨大刑務所を作って、その中にアメリカ代わりと、アメリカ送りの代わりとしてその刑務所送りにするみたいな、そのような形態になっていて、その刑務所からですね、巨大刑務所から精神病院というものが分かれ出たっていう、そのようなフーコーの研究結果になって、フーコーはですね、これがですね、非人間的であると、人道に反するっていうふうに考えて、じゃあではですね、どのようにして社会をの一体性を担保するのかっていう、フーコーが考えた一つの案っていうのがですね、パノプティコンっていうもので、パノプリコンというのは簡単に言えばですね、監視社会みたいな、反社会的な人もですね、監視されてれば犯罪を犯さないだろうみたいな、そのようなパノプリコン社会を、提唱するっていうかですね、デストピア的なものとして、ちょっと示してみたっていう、そのような経緯があってですね、このパノプリコンというのは、イギリスのですね、古い哲学者である、ベンサムっていう人の案をですね、パノプティコン説っていうものを、フーコーが20世紀に入ってちょっと取り入れてみたっていう、ですからですね、巨大刑務所世界か、それとも監視社会かみたいな、そのようなですね、2つに1つの道っていう、そのようなですね、フーコーはデストピアを示したっていう、そういうふうなことになりますね。このパノプティコンについてはいろいろ話もあるんですけれども、これはまた、次回、また次の機会っていうふうなことにしたいと思います。今日はですね、精神病院の起源っていうものについて、ミシェル・フーコーっていう哲学者の研究っていうものを紹介してみました。では今日の動画は以上になります。